皆さんこんにちは。こんにちは。私たちがプリマドンナです。はい、エマイユミエです。はい、ミニマムロンです。はい、最年少ミサキです。はい、シメバエミカです。はい、リーダーエミシメバエコです。なんでみんなこれ今回はですね、先日この YouTube エブリデイプリマでもお知らせさせていただいた、ある応募企画の決定を発表したいと思うんですけれども、何かと言いますと、皆さんのファン名称案を募集させていただきました。イエーイありがたいことにいっぱい応募があったんだよね。ありました、はい、そう、はい、ちょっと想像以上にいろんな方がいろんな案を応募してくださって、とっても嬉しいと同時に迷うのが予想されます。ので、ちょっとしっかりね、私たちで考えつつ相談して決めたいと思うので、決めます。決めるのでしばしお待ちを。お待ちください。はい、相談してきました。イエーイ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 相談しまして、無事いいのが見つかり、はい、決定したので発表したいと思います。はい、イエイ。今回相談して決まった皆さんのファン名称はてでん、プリミアです。イエーイ。イエーイ。これにはそう、プリマドンナとプレミアとあのファミリーのイタリア語のファミリアの3つがの意味合いが入っている造語です。そうなんですよ。プリマファミリーとかそのファミリー、あとプリマドンナがイタリア語なので、それにちなんでファミリーのイタリア語ファミリアっていうのが結構あったんだよね。ハムとかね。そう、ハムとかそういうのの案が結構多くって、それもね、なんかどうにか取り入れたいなっていうのと、あとなんかプリマっぽい響きみたいなのも大事にしつつ考えた結果、こういう皆さんの案をなるべく組み合わせた造語を私たちで用意させていただきました。はい、これを機にツイッターでハッシュタグでね、プリミアでツイートしてくれたりとか、ツイッターのプロフィールとかに書いてくれたら嬉しいです。嬉しいね。書いてね。嬉しい。書いてね。書いてね。書いてね。だから書いてね。広げてくれたら嬉しいです。なんか私たちももちろん書くけど、ね、とかこうなったらしいよみたいなのね、みんなで広めてもらえたらと思います。うん、はい、はい、お願いします。誰かな？やれやれってー。はい。
リサちゃん、リサさん、リサさん、リサさん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。リサさんは、リサさんは、三重。三重。みんな関西だ。関西。三重にお住まいのリサさん、おめでとうございます。当たった2名はソルトさんとリサさんの2人です。おめでとう。おめでとうございます。2人にはこちらを郵送させていただきます。はい、今回応募してくれた内容は当たらなかった人たちの分も私たちがしっかりと読んで受け止めてますので安心してください。できたらとは思っていますので、この際はまた懲りずに応募してもらえたら嬉しいです。ププ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 プリミア。はい、ありがとうございました。改めて応募してくださった皆さん、そして今回を機に公式 LINE 登録してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからはプリマドンナとプリミアのみんなということで、さらにつながっていけたらなと思ってます。これからもよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。LINE アカウントがあります。イエーイ。公式 LINE でしかゲットできない情報やプレゼント企画もあるよ。はい、お得な情報盛りだくさんなので、ぜひ友達追加お願いします。はい、そして YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。じゃあねー。